こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、営業保証金の返還について解説させていただきます。で、これはよく出題されるわけではないけれども、ちょこちょこ出題される部分なんですよ。なので、これ知らない方が意外と多いんですね。なので、ちゃんと知っておきましょう。これ出たらそんなに難しくないので、絶対得点してほしいんですよ、出題されたら。なので、今回はその部分お伝えしていこうと思います。で、まず営業保証金の返還って何なのかっていうと、供託物の入れ替えをするってことなんです。営業保証金って、例えば、現金で営業保証金を供託するとかがそうですよね。で、今は現金って言ったんですけども、営業保証金を供託する際に供託できるものっていうのは現金だけじゃないんですね。例えば国際証券とかでもいいし、地方債証券とかでもいいです。あと政府保証債証券とか、あと国土交通省令で定める有価証券とか、こういったものでもいいんですね。で、国債ってね、分かる人は分かるけれども、分からない人はね、国債ってなんだろうって思うかもしれないんですけども、国債っていうのは国が債務者の貸金債権っていったイメージです。例えば私が国債を買った、1000万円分国債買ったというのであれば、その国債の債権者っていうのは私なんですね。私が債権者で、債務者は国になります。つまり国が私から1000万円を借り入れた。それを証明する債権が国債です。国が債務者でお金を出している人が、債権者で、この国債を持っている人ですね。で、地方債っていうのは、例えば都道府県が、発行するもので、都道府県が債務者。その債権を買ってる側。今回で言ったら、地方債を買う人が、債権者になります。で、政府保証債とか国土交通省令で定める有価証券、こんなものってそんなに覚えなくてもいいです。こういうものがあるんだっていった感じで全然いいです。この国債とか地方債とか、政府保証債、国土交通省令で定める有価証券、これ全て、有価証券なんですよ。有価証券、証券なんですね。なので、これはまとめて考えてもらってもいいです。ただし違うことがあって、それは評価額が違うんですよ。例えば国債の場合は、国債の証券に例えば1000万って書いてあったと、額面に1000万円って書いてあったら、その国債の評価額っていうのは1000万円なんですね。つまり営業保証金として額面1000万円の国債を供託したのであれば、つまり法務局に預けたというのであれば、これは1000万円預けたことになるんですよ。一方で、額面1000万円の地方債証券、これを預けたってなった場合、1000万って書いてあるんですけども、それは評価額が 90% なんで、営業保証金に換算すると900万円にしかならないんですね。地方債証券1000万って額面書いてあったとしても、これは営業保証金でいうと900万円にしかなりませんよ。つまり900万円換算になると、いうことです。政府保証債証券も同じです。政府が保証する債券、例えば額面1000万って書いてあったとしても、これを営業保証金として供託するのであれば、それは900万円にしかなりませんよ、 90% にしかなりませんよということです。で、国土交通省令で定める有価証券、これについては額面の 80% になります。国土交通省令で定めるって書いてあるんですけども、これ国土交通省令っていうのは国土交通大臣が定めるルールなんですね。つまり国土交通大臣がこの有価証券、ある有価証券があって、その有価証券については 80% ですよって、決めてるって話です。これと、A っていう証券と B という証券と C という証券があって、これは、国土交通大臣が 80% ですよって、決めてるっていったイメージで頭に入れていただければ大丈夫です。とりあえず、国土交通省令で定める有価証券っていうのがあって、それについては 80% なんだって覚えていただいて、これは問題ございません。ここは別に理解はいらないんですよ。ここは理解はいらないです。覚えるだけで大丈夫です。つまり、供託物に対して評価額がいくらになるのか、何パーセントになるのかっていうのは、ここは絶対に覚えておいてください。これ覚えていないと解けないので、ここは覚える。理解ではなくて覚えてください。で、ここから、じゃあ問題に入っていきます。ここはちゃんと考えて答えを導いていかないといけない部分なんですね。例えば、
本店一つの宅建業者がありました。本店一つだから営業保証金は1000万円供託しなければいけません。まあ、営業保証金制度を利用していたと仮定します。その場合この1000万円はじめ現金で、供託してました。つまりこの1000万円ははじめは現金1000万円供託していたと考えてください。でこの業者現金が必要になったから営業保証金返還したいって考えました。そした場合現金を1000万円戻して何か別の供託物に入れ替えるわけですよね。今回国債で入れ替えようとしてます。供託した1000万円を戻してで新たに国債を供託するっていうふうなことをやろうとしたんですね。交換する、入れ替えをする、これをやった場合国債は額面いくらの国債を供託しなければならないでしょうか。実際本試験では計算させる問題は出ないんですけども、まあ、これぐらいは絶対に計算できるようにしてください。答えはこれ1000万ですね。1000万円の国債を供託しなければならないということです。でこれなぜかというと国債っていうのは評価額 100% ですよね。なので、まあ、1000万円の額面1000万円であればそれは1000万円として扱えるわけだからそのまま1000万円を供託すれば OK だということですね。で続いてですね、はじめ同じです。現金1000万円で営業保証金供託していました。そして900万円分現金必要だから900万円を戻してで地方債証券で、入れ替えをしたと供託したと考える場合、じゃあ地方債証券いくら必要ですかという問題です。現金900万円を戻すということは供託所に残っている現金っていうのは100万円残ってるわけですよね。供託所には100万円残っています。では額面いくらの地方債証券を供託したらいいでしょうか。ここの金額ですね。地方債証券の額面900万円を取り戻すわけだから残りは100万円残ってます供託所に。で新たに地方債証券を入れるいくら必要でしょうか。これ答えは1000万ですね。これなぜかというと900万円取り戻してるってことは、まあ、900万円不足してるんですよ。だからまあ現金は100万円だけ残っていて、まあ、900万円分不足している。その900万円分を地方債証券で補わなければいけないってわけですよね。で地方債証券は額面 90% にしかならないんですよ。額面の 90% にしかならないわけだから例えば900万円預けたとしてもその900万円っていうのは 90% 区区81810万円の評価にしかならないんですね。だから900万円だったらこれ足らないんですよ。900万円だったらこれが810万円になってプラス100万円だから910万円しかならないわけですよね。だからこれ足らないじゃないですか。営業保証金1000万円足らない。だからじゃあ1000万で考えたらどうかって考えると1000万円だったら、まあ、90% でこれ900万円になりますよね。900万円と、まあ、残っている現金100万円で合計1000万になると、まあ、いうことです。まあ、これが900万ってことですね。ですね。なってくるとやっぱり比較的引っかかりやすい人が多いんですよ。まあ、ここの計算ってあまり計算って正直してないですよね。分数とかもしてないんですよ。まあ、もちろん分数使って、細かく計算するっていう方法はありますけども、そんなのをしなかったとしてもある程度見当をつけて計算することできるじゃないですか。例えばこれ900万って考えたら、あれ900万の 90% だったら900万円絶対少ないですよね。そしたらこれ足らないじゃんってなりますよね。で一方じゃあ1000万って考えたら1000万円だったら 90% だったら900万か、900万円と現金100万円残っている、まあ、取り戻した900万円、現金900万円と地方債証券、これも評価で言うと900万になりますよね。これだったら同じ額だから OK だみたいな感じで、まあ、簡単な計算でこの辺は解けますので、この点は絶対頭に入れていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月、そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講生さんはすでに模試を行っていただいてコンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講者さんの中でも中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ、この方は7月中旬から受講していただいてたった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、
あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい、もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。